水中でフィジカルトレーニングに励む兵士フィジカルトレーニングまたはフィジカルエクササイズとは肉体能力の維持強化や健康保持などを目的とした肉体的な運動の総称セルフケアの一つである具体的には筋力心肺機能の強化やスポーツスキルの習得などを通じてなされる適切で規則正しいフィジカルトレーニングを行うことは 肉体の持つ免疫システムを向上させ、成人病や心臓、肺の疾患、二型糖尿病、肥満などの予防に役立つ、またうつ病等を予防し、精神的健康にもプラスの効果がある。フィジカルトレーニングは、そのトレーニングが肉体にもたらす効果によって、一般的に以下の3つに大別される。フィジカルトレーニングは健康維持にとって大変重要であり、 これを行うことは適正な体重を維持し、骨や筋肉の強度や関節の柔軟性を高めることにつながる。精神的健康の改善にも大きな効果がある。負傷の危険性を減らし、肉体の免疫システムを強化することができる。適切で規則正しい有酸素運動トレーニングは、高血圧、肥満、うつ病、心臓疾患、二型糖尿病。 不眠症などの予防や治療を助けるのに効果があると考えられていると、ストレス軽減、筋力トレーニングなどの無酸素運動も実行してから24時間程度の間、体内のエネルギーを消費する効果があるが、有酸素運動と同様の心肺機能の強化などを望むことはできない。さらに体の活力を増幅し、痛みへの耐性を増す効果もある。フィジカルトレーニングは、 海馬の空間認識能力を開発し、また脳シナプスの柔軟性とニューロンの生成能力を強化することによって脳の認識能力を高めると考えられている。付け加えると体を動かすことは様々な脳細胞の病気から脳を防御することにつながるとも見られており、地方症状の進行する危険性を減らすことが可能である。有酸素運動は 心臓の容量を上げることによって筋力トレーニングなどの無酸素運動は心筋の筋被害を促し心室壁を厚くすることによってそれぞれ心臓の機能をアップさせる働きがあるすべての人間が同じフィジカルトレーニングによって同じような効果を得ることはできないトレーニングに対する個人の反応は様々である大抵の人が中程度の効果があったと感じる有酸素運動においても 自分の酸素摂取量が2倍近くになったと感じる人もいれば全然効果がなかったように感じる人もいる。同様にごく少数の人だけが常に長時間のウエイトトレーニングの後などに筋肉の大きな成長効果を実感できる。このトレーニングから得られる成長の遺伝的な違いはエリートスポーツマンと一般人との心理学的な 違いの鍵となる要素の一つと考えられる。ありがとうございます。